真剣に張っております。さあこれからマジ真剣に張っております。どうしてもこれ空気入っちゃうからね。どうしても空気が入る、はい。確かですね、去年も一人だけ空気が入ってたんですね。あ、この人だ。おはようございます。おはようございます。トマポスのポーちゃんです。あ、あれ、よろしくお願いします。いないね。今日はマーチがお休みということで、お休みポーちゃん一人で、本日富士スピードウェイに遊びに来ております。あ、ほんと、ピットの中ですね、今ね。サンワコースエコカーカップで出場ということでね。営業者でね、営業者、駅前営業所と、神奈川の所長の自家用車の動きがこれどう見てもエコカーに見えないんですけど見えないけど、こちらのジョージアのコマーシャルに出た多田さんです。今説明をちょっとね、軽部さんが、やっておりまして、真剣に今回は優勝を狙っております。応援です、応援です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新卒の皆さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。速やかに降りてる。うわ、結構でいいで、ドライバーに関してはエンジンストップ、エンジンストップをかけてみます、はい。で、スタートしていくという形になります。パッセンジャーはそれ降りて乗るっていうのを忘れない、ついたら、はい、っていうことでパッセンジャーは以上です。じゃあドライバーさん。それでは、改めましてエコカーカップ2019オータムフェスティバル、まずは開会式をまとめていただきます。本日の司会進行の勝村智也と、そして、不順がいいか、不順がいいか試されますね。結構運いいと思う。まあまあまあ、ここで決まるからね。ここで決まりますね。すいません、前回は佐竹所長4番です、ね、グリッド4番、佐竹所長4番、その後が44番ですからね。44番が、神奈川、神奈川だっけ。駅前が、29です。ちなみに僕29回周年目で、行われて13年です。ごぼう抜き最下位は何番？最下位は、50何回、50何回、多分そこ取ったら正代所長に殴られると思います。今日は一緒にやっていただいて、ああ元気の元気で、はい、楽しそうにしてるな。取り合っております。やばい、ちょっと頑張ってね。さあ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 、小関君17、はい。あ、いやー、でも微妙だな。お疲れ様です。はい、はい、カルちゃん、はい、意気込みは、ちょっと予選やらかしたんで、ちょっと挽回してきます。はい、じゃあ、はい、はい、はい、意気込みは、車壊さないように頑張ります。はい、意気込みは、同じこと聞いてます。はい、お願いします。この動画がいいと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。